ネタミソネミ。見てこの女優さん、かわいい。エルピョンの方がかわいいよ。もうタックンたら、別に羨ましくないし、全然悔しくとかないし、二人の幸せ願ってる。ずっと熱々でいてほしい。熱しやすい鉄は冷めやすく、冷め切った鉄は腐食すると言われているけど大丈夫。あーはー、大丈夫大丈夫大丈夫。うるせえ。